そろそろ行こうか。長きにわたる乱世は終焉に向かいつつあった。蜀帝劉禅の降伏により蜀は滅亡。魏の蕭邕は蜀征討の功により大権を握ることとなった。野心あふれる蕭邕は蜀の維新脅威と組み、生徒の地で独立。蜀の地を再び騒乱の渦に巻き込まんとする。魏の実権を握っていた司馬相はこの動きに即応。劉禅を引き連れ蕭邕討伐に乗り出した。魏の将として蜀の地に攻め込む。劉禅はこの皮肉な運命を淡々と受け入れ、戦地へと向かった。敵が誰であろうと関係ありません。私は劉禅様をお守りします。蕭邕と脅威か。まったく面倒な奴らがくっついたもんだぜ。しかも意外に結束が固いと聞いた。気が合うようには見えねえんだけどな。そうか、それはよかった。二人は仲良くやっているのだな。仲良くね。そうきたか。劉公子、頼みがある。脅威もお前になら隙を見せるだろう。悪いが出陣してほしい。それは困った。私は暗愚ゆえ役には立たぬぞ。この後に及んでまだ、いや、ま、そういうことにしておくか。さーてと、みんな準備はいいか。出発してくれ。蕭邕と脅威、二人揃えばなんとやら。連携が崩れりゃ倒せそうなんだけどな。劉禅様、お一人でどちらへ。私はお供します。どうしたものか、私には分からない。邪魔にならんと散歩してくれようと思う。懐かしい場所だ。昔のように脅威と汗を昔熱意に可愛いおもちゃを荒れんでしまったはずだ。取りに行こう。危ないところでした。援軍感謝いたします。さあ
負けではない。敵将を討ち取った。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。あなたも耐えよ。ここが正念場だ。思ったよりやるじゃねえか。少し待ってくれ。難しこいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。
晴らすのに邪魔な人たちはどいてもらえない。私が一緒に遊びたがって。悔しいが、ここは光れば。敵将討ち取った。私の友達はどこにいるのか。友人はこの者たちに捕らえられたんですよ。どうして救出しましょう。超よく、やっと見つけた。元気そうで安心したぞ。脅威をいさめたせいでこのような結果に。どうか護衛の一人にお答えください。伝来攻撃！伝令！脅威の部隊が進軍を開始！竜禅様を目指してまっすぐ迫ってきます！少し待って。脅威も私と遊びたかったのだな。迎えに行くのだ。手薄になったもよう。味方部隊隙をついて攻め込んでいます。脅威が動いたから敵陣に穴が開いた。竜禅様、まさかこれを狙って。竜禅様、よくそこを見て。意にとらわれ難儀なされたことでしょう。さあこちらにいらしてください。皆の被害、神の国を再興しましょう。もう難しい。大きな声で物語を並べてはいつかさ。どうしてわかる。大光神竜禅様、将兵らの士気も高まりましょう。少し待って。敵将、
軍が次々と降伏しています。彼は諸君の民だった者たちのようです。龍神様、あなたの心は皆に伝わっているでしょう。おかげで敵の体勢が崩れたよ。あとは紹介をどうにかしないとな。今度は芝生殿にも頑張ってもらおう。私はその辺でできることをやろうと思う。もう紹介にはついていけん。俺たちは義軍に下るぞ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。これで何とか。お前に勝てれば念仏が立たぬ。さあ勝負してもらおう。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。龍禅が相手で動きが似合う。そこが松の甘さである。龍禅だが、私は頂点に立つべく選ばれた。どんな相手だろうと容赦はしない。大攻撃。かわいそうな話だ。己の器に見合わぬ野心、そして個人の意志、そのようなものにとらわれずとも。他に取るべき道もあったろうに。だがこいつらはこれ以外の道を知らなかった。そして俺たちはその道を断ち切った。だから俺たちにはより良い新しい道を作る責任がある。あなたならきっとそこに皆を導いている。
私は疲れた。芝生殿、あとは一人で頑張ってほしい。やれやれ、そうきたか。私は私の道を歩こうと。きっと示される道は多い方がいい。確かに俺の道が正しいとは限らない。やはり大したやつだよ、竜講師。相手と自分の器量を見極めるといい。叶わぬ相手には挑まぬことだ。